はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオ。今週は気分屋だっていいじゃないっていうねテーマで喋っていこうかと思います。で、これはですね、私気分屋なんですよ、ものすごく。で、これは学生の頃からも自覚をしていて、で、今でこそ別にいいじゃんって、今タイトルにある気分屋だっていいでしょっていうふうに自分に言うことができるようになったんですけど、学生の時はすごくその気分屋な面が自分はもうなんていうかな、そのデメリットっていうか、良くないところっていうのをすごく感じていて、直さなきゃ直さなきゃって。で、その中でもすごくね、ちょっと気分屋と若干ずれるかもしれないんですが、例えばあることに関して A っていうアルファベットのね A っていう意見を持ったとするじゃないですか。私こういうふうに思うんです、 A って思うんですって言ってたことが1ヶ月後とか2ヶ月後とかに意見が変わるんですよ、私結構。そので、それはその時に感じてることは別に嘘を言ってるわけじゃなくて、1ヶ月前は A って思ってたんだけど、1ヶ月経ったら B っていう意見に変わってたりすることが多くて、で、それを昔咎められたことがあるんですよ。そうで、それから自分が結構ね意見がそう変わってしまう、その時に思うことが変わってしまう人間だっていうことで意見が言えなくなったんですよ、自分の意見が。あって、言っちゃうとさ前と違うっていうことが起こるし、でもさっきも言ったけど自分の中では別に嘘を言ってるわけじゃないから、1ヶ月後には B になってたからさ。そうだから本当に思ったことを言ってるんだけど、それで角が立っちゃう。で、じゃあ前 A って言ったから A ってまた言おうって思うと嘘を言っちゃうから、自分の中でなんか自分のその自己肯定感が崩れてしまうんですよ。自分に嘘をつくってやっぱりすごくやっちゃいけないことで、もちろん他人に嘘もついていけないよ、いけないけど、自分に嘘をつくと自分が分からなくなるんですよね。で、これはもう経験上間違いないと思ってて、そう、自分を偽ればやっぱ自分の輪郭が分からなくなる、ぼやけちゃうんだよね。そうだからそれも嫌で、で、ほんとね、一時期意見が言えなくなったんですよ、怖くて意見を言うのがね。だから正直このダラダラジオももう何年 ?7 年目ぐらいかな、になる、もっとかな、なると思うんだけど、最初の頃すごい怖くて、今ボイシーっていうのもやってるんですよ、毎日ね、相談答えるってやってるんですけど、怖いんですよ正直。そう、毎日答えてるから、で、まあ似たような質問も来るか、相談も来るからさ、だから1ヶ月前のあの相談と違うこと言ってねってことが起こると思うんだよね。そうで、まあ、もしかしたらこれからもさ、それで学生の時みたいにね、俺のクラスメートみたいに咎められることが来るかもしれないんだけど、でもその俺の中ではなんていうのかな、嘘は言ってないから筋は通ってなく見えちゃうんだろうけどね。だから人としてとか配信者として良くないのかなっていう面は確かにある、今でも思うところはあるけど、でも自分に嘘をつくよりはよっぽどいいし、あとは嘘をみんなに伝えるよりはよっぽどいいかなと思っているのね。で、気分屋っていうのはもちろん、なんか気分屋っていう言葉はさ、若干ちょっとデメリットというかさ、良くない風に感じるじゃん、あんまいい言葉じゃないよねきっとね。お前気分屋だよねって言ってマジでありがとうとはなかなかならないでしょ。でもやっぱり表裏一体だと思ってて、気分屋ってね、どっかで、ちょっと無理やりかもしれないけど、どっかで感受性が豊かだっていう風に俺言い換えられると思っているの。ダメ俺そう思ってんだけど、自分で言うのもあれだけど、感受性はかなり豊かだと思ってます自分は、だからそういった面もあるのかなって思っていて、で、例えばさ、よく言われるのは頑固だよね。頑固ってすごく良くない響きに聞こえるけど、意志が固いって言ったらさ、すごくいい響きに聞こえない？でもさ、似てるじゃん、頑固も意志が固いも、状況と性格としてはさ。だからどこを見るかだと思ってる。自分のね、特に相談来る時もそうだし、学生のみんながさ、今までこう受講者やってる時とかもそうだったけど、やっぱりこう自己肯定感がなかなかね、こう高められる時期ではないと思うんですよ。よく日本のね、学生は自己肯定感が低いなんて言われますけど、本とかにも書いてあるけど、それは知らん、ちょっとね、海外でわからないから。でも学生の生の声をやっぱ日々聞いてる中では、それはやっぱ感じる。でもそれは今に始まったことではなくて、俺の時も俺はそうだったし、塾講師やったら10年ぐらい前か、10年ぐらい前の時もやっぱりそうだったし、だからちょっとそういう時期っていうのはもちろんあると思うんだよ、成長過程においてね。まあそのみんなを取り巻く環境っていうのはもちろんあると思うんだけど、そうだからその中で、自分を卑下してしまうというか、ネガティブに捉えてしまうのは別に悪いことじゃないと思うんだわ。
頑固だからダメだよねっていうのを言っていいと思うの、自分に対して。俺は別に、でもね、でも本当に何だろう、全力でもうダメな性格、もう黒、もう全面黒っていうのってあまりないと思うんだよ。いやもう本当に行き過ぎた考えとかは、そういうふうに捉えるものもあると思うんだけど、でも多くの自分の中の性格というか特徴っていうのは、違う見方をしたら割とポジティブに捉えることもできることってあると思うんですよね。でそれができたらちょっと生きるのって楽になると思うんです。俺はそうだったからさ。で何で今この話をしてるかっていうと、で正直ね、学生の時にさ、その自分のことをねダメ出ししてしまう傾向がある子にこれを話してもさ、いや難しいし無理だし嫌だしってなると思うよ。俺多分そうだもん。俺が中学の時にこの話されても多分最初はね、はぁってなってた気がする、多分ね。でも今だよ、今ちょっと振り返って思うのは、ちょっと言ってほしかったんだよね、こういうこと。なんか自分のことをもう毎日毎日否定してて、自分なんて自分なんてってずっと思ってた性格だったから。そうでさ、その中でこういう風に捉えるのもありじゃねえのって。そう、例えば俺は頑固もそうなんだよ。頑固もなんだけど、頑固ってところを、いや意志が固いっていうのもあるじゃねみたいな、そういった風に捉えてもいいんじゃねえのって、へうーんって、いや私には無理ですけどって思ったかもしんないけど、でもきっとね、その言葉がボディーブローみたいに徐々に効いてきてさ、きっとどっかのタイミングで、ああそう思うのもありかもなって俺思えた気がしていて、だから、まあ、この話って多分初めてじゃなくて、実はそう、今までダラダラジオとかボイシーもかな、わかんない、その動画とかも含めてだけど、どっかで絶対話してんのよ。もう10年やってるからさ、もうちょっとで丸10年なのよ私。そうだよ、今日5月1日じゃん、来月6月1日俺10周年なのよどうしよう、何する、決めてないけどさ。そうだから、やっぱり言い続けてないんだよね、この言葉っていうのは。みんなに届けていたい、みんながどう受け取るかなんてわからないけど、そういう捉え方もあるぜって。でもさ、自分でそれを考えると難しいじゃん、自分の性格をそうプラスに捉えるって難しいから、これをね、誰かの、自分が例えば好きだと思ってる第三者が悩んでるっていうふうに仮定するといい。別にあのテレビのアイドルとか推しでも構わない、別になんかアニメのキャラクターとかでもいいと思うんだ別に。でそれ、その人が、推しがね、その例えば何がいいかな、じゃあ頑固にする、頑固なことをすごい悩んでて落ち込んでるって、どう言ってあげるって、どう捉えてあげるって考えると意外とできるんだよね。あのね、人間って面白くて、自分のことでは無理でも他人のことだとできたりするんよ。これ結構あるあるね。だからそういうふうに考える癖というか、そういうふうに考えるやり方もあるんだっていうのはね、覚えておくといいと思う。いろんな性格があるし、あのプラスに捉えるのが難しいものもあるかもしれないけど、無理ではないと思うからさ。だからもしね、毎日自己否定を、ね、当時の俺みたいにさしちゃってる方がいたら、あの物によってはプラスに捉えられるぜって、そういうふうに捉えるのもありだぜって、いいぜハイチが言ってたぜって思ってもらえると嬉しいなと思ってね、今回喋らせてもらいました。だから気分やだっていいじゃんって思ってるわけよ。そう、今俺の活動しながらでもさ、やっぱ落ち込むことはあるけど、そうでも落ち込んでも何も始まんないし、俺は俺だからさ。そうだから、嘘をついたハイチというか俺を見せるよりは、ありのままを見せていって、それでみんながついていきたいっていう思ってもらえるならさ、ね、その方がいいなと思うから、これからもありのままで頑張るよまとめ下手だったけど、まあそんな感じです。はい、ということで今週もね、ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。またね、来週ダラダラジオ喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは、今週はゴールデンウィークがあるからね、明日学校行ったら3日休みかで、金曜行ったら2日休みか、休み多いからね、楽しい、割と気は楽だと思うんだけど、その後の反動来るからね、あの月曜に。だから多分来週も喋るかもしれないけど、金曜あたりからちょっと自分の中で頑張るスイッチを入れつついった方がいいよ。日曜の夜までやっぱりダラダラスイッチのままいっちゃうと切り替えるの難しいから、ちょっとずつ来週から、で3連休もうないから、夏休みまでないから、だからそれに耐えうるメンタルというか気持ち、いいリフレッシュをして、いいゴールデンウィーク明けをね、ぜひ迎えてもらえたらと思います。はい、ということで、じゃあまた来週お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。